この扉を出れば目的地の近くに出られるはずだ。準備はいいか？マップを確認しよう。うん、現場のすぐ近くに降りられたみたいだね。カイトのおかげだ。ありがとう。別にこんくらいはな。まあ東京案内なら任せてくれていいけど。二人ともコンシェルジュに見られる前に移動するよ。ここから歩いて5分ほどだ。ここが現場で間違いない。この辺りでもひときわ立派な屋敷のようだね。資料を確認しとくか。人々の願いを叶える男の調査について、あらゆる怪我や病気を治してしまう不思議な力を持った男がいる。そんで元来富豪であったその男は善意から自身の屋敷で福祉事業を運営し、実際に孤児を引き取り育てている。その慈悲深い行いからいつしか足長さんと呼ばれるようになった。だって足長さん？どう考えてもデマだわ。そんなやついたらこの世に病院なんかいらねえっつーの。どうせ新手の新興宗教かなんかだろ。慈善事業だって本当に善意なのかね。何でも治すか。その男がすでに悪魔を服従させている可能性はあるわけねえだろ、バカバカしい。何でも治すなんてそんなうまい話。そっか、万が一にもそれが本当なら特待生ちゃんの呪いが解けるかも。うん、その気持ちは大切だよ。見ることは信じることだ。確かめに行こう。くぅ、ルカが何言ってっかわかんねえけど、特待生ちゃんのためなら男カイト、ここは行くしかねえ。誰も俺たちを警戒していない。今のところ資料の情報は正しいみたいだね。いやいや、ここセキュリティ大丈夫なの？泥棒入ってきても気づかないんじゃね？手荷物の検査もしないね。よっぽど人々の生前を信じているのか、あるいは。ご来場の皆さん、救済のお時間となりました。お、なんだなんだ。順番は関係ありませんので、どうか慌てずに礼拝堂へとお進みください。俺たちも行こう。うん、怪我や病気を患っている人が多いね。上のバルコニーには見学者もいるみたいだ。うわぁ、ザ・なりきん趣味って感じ。おい、前見ろよ、誰か来たぜ。足長さん、今度こそ俺を選んでくれ。どうか、どうか、救済を、救済を。皆さん、静粛にお願いいたします。
ちらの男性、どうぞ奥へ。私ですか？やった、やった。これどういう時間？何してればいいの俺ら。少し様子を見ましょうか。なになに、怖い怖い怖い。腕が生えてる。ああ、なんと感謝したら、足長さんが救済してくださった。なんだペテンクセ。だってこれ低ランク任務よ。あら、その制服、あなたダークウィックの学生さん？あなたはバルコニーにいらっしゃった美しいマダム。お話できて光栄です。さすがはエリート校の皆さん、救済の集いにいらっしゃるなんてお目が高いわね。おや、さっきカイトが言っていたザ・ナリ。当然ですよ、素晴らしい時間でした。ねえ、この後ここで足長さんの社会奉仕に賛同する方を集めた晩餐会があるの。あなたたちが参加してくだされば、皆さんきっと喜ばれますわ。何せ日本の未来を担うあのダークウィックの学生さんたちですもの。ああ、いや、俺たちは喜んで。お誘いいただきありがとうございます。え、お前マジで？よかったわ。このお屋敷のシェフは帝王ホテルの総料理長のご経験があるのよ。だから晩餐会で出されるお料理はどれも素晴らしいものばかりなの。あなたは何がお好き？キャビア？フォアグラ？それともトリュフ？はい、すべて好物です。都内の一等地にこんなでかい屋敷が持てるなんて、足長さんって何者なんだ？足長さんは身寄りのない私たちのお父様になってくれた、とても優しい人です。そうか、君もここに住んでいるんだね。小さいのにしっかりしていて偉いな。学校には通っているのか？勉強なら足長さんが教えてくれるので。会場はあちらです。それではごゆっくりどうぞ。ああ、ありがとう。これお礼に。おいおいルカ、今時知らない子供に食い物なんてやったら通報されるぜ。そうなのか？これは実家から届いたものだから安全なはずだけど。失礼いたします。すっげえテーブル長っ。ダークウィックアカデミーご一行様でしょうか？はい、お待ちしておりました。お席へとご案内いたします。確かこれ外側から使うんだよな。食事はフランス料理だね。楽しみだ。くそー、
余裕ぶっこきやがって。カイド、写真を撮るなら一言ウェイターに断りを入れた方がいいよ。今聞こうとしてたし。これは生ハムか。なんだよ、薄くて全然切れねえじゃん。まあフォークが刺しにくければナイフで支えて、こうやって生ハムを折ると。分かってるっつーの。うちのばあちゃんは食事中くだくだ喋んなって言ってたぞ。それだってマナー違反だかんな。な、落ちる。やべ、すいません。お客様、お取り替えいたします。お飲み物はいかがですか。ああ、ありがとうございます。ほら、袖がクロスに引っかかっていたよ。カイト、一度落ち着こうか。やべえ、超濡れた。ジャケット一枚しか持ってないのに。ちょっと、トイレで洗ってくんね。少し無理をさせてしまったかな。はあ、特待生ちゃんの前でしくった。とりあえずこのベトベト早く洗いて。しかしこの屋敷ほんと広いな。トイレはどこよ。あそこのドアか。こんだけでかけりゃヤバいものでも隠した秘密の部屋なんかがあったりして。やべ、ここ厨房か。絶対関係者以外立ち入り禁止じゃん。トイさん、トイさん。おい、お前。はい。そのスニーカーはなんだ。これ、ナイキの限定品で。言い訳はいい。給仕の時はスタッフにもドレスコードがあると言ってるだろう。どういうこと。とにかくあまり目立つように歩くなよ。料理は冷める。さっさとこれを運んで。俺に皿運ばせるの。そうです。イギリスでは姉妹校に在籍していまして。足長さんがいつまで経っても現れない。移動しよう。足長さんは本日お食事を取られません。では晩餐会にはいらっしゃらないと。ええ、いずれお食事を取る際にはこちらにお見えになりますが。あ、ちょっと失礼。カイト、そこで何をしているんだ。これは。お前、またこんなところで。さっき目立つなと注意しただろう。申し訳ないが、至急シェフを呼んできてくれないか。はい、かしこまりました。
白身魚とほうれん草のポワレだね。カイトはこれが好きなのか？いや、その…お待たせいたしました。いかがされましたか？彼がこの料理を気に入ったようなんだ。持ち帰ることはできるかな？可能でございますが、この量をお持ち帰りで？ああ、俺の友達は大食いみたいでね。10万で足りるかな？いえ、お客様からお代などいただいたら私が叱られてしまいます。早急に用意を。ありがとう、頼みます。申し訳ありませんが、休養ができてしまいまして。それは残念ですわ。ぜひまたいらしてくださいね。はい、必ず。それでは失礼します。ついてくるな。行くの？いつになったら帰れんだよ。君たち何かあったのか？じゃあお前はもうすぐ他人事に首突っ込む。お兄さんたち誰？俺の名前はルカって言うんだ。君の名前も教えてくれるか？ルカお兄さんね。僕の名前はソラ。こっちは兄貴のリクだよ。ソラとリクだね。いい名前だ。ありがとう。俺たち足長さんの救済を見に来たんだ。ねえ、すごかったでしょ。足長さんは僕たちのお父様なんだ。違う。なんだ？反抗期か？もしよかったら、どうして違うと思うのか、俺に教えてくれないか？言っても、どうせ信じない。最近、のっぺらぼうの噂があるんだ。こいつ、それが怖いんだって、兄貴のくせに。のっぺらぼう？誕生日の夜にこの屋敷で見たって。そんなものいるわけないのに。どうせ兄貴は自分の誕生日だけ祝ってもらいたくて嘘をついてるんだよ。こんなやつ、弟じゃない。わかった。のっぺらぼうを見つけたら俺たちが必ず倒すから大丈夫だ。おい、勘弁してよ。もうすぐ。ん？もうすぐ僕の番なんだ。兄貴、救済の順番が回ってこないから最近ずっとおかしいんだ。お兄さんたち、変な話聞かせてごめんね。僕、兄貴を連れ戻さなきゃ。なあ、あんなこと言って本当にいいのかよ。あんなこと？のっぺらぼうを見つけたら必ず倒すってやつ。カイト、質問の意味がわからないよ。それの何が問題なんだ？俺らが調べに来たのは足長さんだろ。それがなんで？あの子が泣いていたからだ。他に理由が必要なのか？
カイト、もし何か知っているなら俺に話してくれないか？わったわった、話せばいいんでしょ。食べればたちまち頭が良くなる学食裏メニューとは、学食裏メニュー？え？ああー、違う違う、あーこれじゃねえや。どのスレだっけな。あった、これだ。顔のない男、いわゆるのっぺらぼうの目撃が多発している。好みの子供を見つけてはどこまでも執拗に追い回し、最後には生きたまま脳みそをすすって殺す。俺も最初はそう思ってたんだけどさ、最近ついたコメ読むと目撃情報がさ、この辺りばっかなんだよね。ほら、特にここは高級住宅街だし、そんな人通りがあるわけじゃないけど、こないだ誘拐未遂もあったりして、夜は出歩かないらしいよ、住んでる人も。うん、目撃情報が夜ばっかだからね。夜にのみ現れる顔のない男。やべえ、腹になっちゃった。そうか、カイトはほとんど食事ができなかったからな。ビスケット食べるか？あ、やだよ、ビスケットなんて口がバッサバサになんじゃん。それほうれん草入ってるし。特待生ちゃんずっと持ってたの？おいルカ、女の子に荷物持たせんなよ。襟好みばかりでは強くなれないよ。ビスケットには骨を丈夫にする成分が。あ、そうだ、いいこと思いついた。ねえねえ特待生ちゃん、甘いものって好き？ここここ、すっげえ行列、早く並ぼうぜ。去年リニューアルしたらしくて、ずっと来たかったんだよね。だけどカイト、今は任務中だよ。私的な行動は禁止されているはずだ。バレなきゃいいんだよ、バレなきゃ。ほら、ルカも早くこっち来いよ。特待生ちゃんももっとこっち。よし、取ります。3、2、1、 OK。 後で D 茶で送るね。今の写真は何に使うんだ？何に使うって？へ、そうだ、報告書に貼っつけとけばいいじゃん。グールと交流を深めとか書いといてさ。な、俺天才じゃね。それにしてもすごい行列だね。みんなクレープが目当てなのか？そうそう、店自体もともと人気でさ、それが最近リニューアルしてこの賑わいよ。なるほど。それでクレープはどこに？あ？お前の目の前にサンプルがあんじゃん、この中から選ぶの。うん？
あれ？あれあれあれ？お前、もしかしてクレープ食べたことないけ？いや、クレープは好きだよ。ただ、俺の知っているクレープとは形状が違う。はいはいはい、無理すんなって。人間、誰しも知らないことってあるからさ。ま、俺はいちごバナナチョコスペシャルで。それなら俺も同じもので。特待生ちゃんはどうする？それじゃあ、あ、こっちの限定のやつにしたら？次いつ来れるかわかんないしさ。この店は随分と値段設定が安いな。では1万円で。なっとるか。財布をしまえ。ここは俺が払う。大丈夫なのか？君には借金が。なあ、特待生ちゃん、見て見て、あの味も美味しそうじゃない？美味しい。すごいボリュームだね。ナイフとフォークが見当たらないけど。お前、やっぱ絶対食ったことないだろう。こうやってかぶりつくんだよ。うん、これは確かに美味しいな。だろだろ、これが俺の本当の。お前、鼻にクリームついてんじゃん。こんな綺麗な縦ライン入る？今拭くから撮影をやめなさい。まさか今の写真も報告書に載せるつもりか？んなわけねえだろ。これ以上成績下げられねえっつーの。ほんとだよね。一応任務も成績に入るらしいからさ。この学園ちゃんと成績取っておかないと、授業の後鬼のように補習入れられたり、プライベートな外出許可が下りなかったり、いろいろと制限かかっちゃうのよね。ちなみに俺は一回も外出許可下りたことありません。規則といえば、日本校の場合、学園には何時までに帰る必要があるんだ？任務に時間制限なんてないはずだぜ。夜しか出てこない会員もいるだろうし。よし。え、どこ行くんだよ。おい、ルカ、あいつも何なの。ルカ、おい、ルカってば。なあ、すまない。まだ時間があるなら今夜のうちに見つけたいんだ。見つけたいって、お前まさか。夜にのみ現れる顔のない男。再び屋敷に現れたら子供たちが危険だ。勘弁してよ。俺、制服ずっとベタベタなんだけど。君たちは先に帰っていて構わないよ。あ、そう？じゃあ俺はここで。マジ？特待生ちゃんまで？あー、もうあと一回だけだかな。おい、もうパーティー終わってんじゃん。どうやって調査するつもりよ。子供たちに怪異の調査を見られるわけにはいかない。潜入しよう。
今回はそれが最善策だろうね。俺は行かねえぞ。ここで待ってるからな。うん、行ってくるよ。君もカイトと一緒に外で待っていればよかったのに。わかった。俺から離れないように気をつけて。もう少し、俺の後ろに下がって。さっきの階段、上から人の気配を感じた。きっと寝室があるんだろう。だけど、足長さんがいるかもしれない。見ることは信じることだ。行ってみよう。あっちは部屋から明かりが漏れている。人がいるかもしれないな。反対から行こう。し、誰か来る。少し離れて。あの少年はこの影に怯えていたのか。あの曲がり角の光はおそらく月明かりだ。ではなぜこんなに長く影が伸びるんだ。月の明かりは日の出や日没のように傾斜角度が低いわけではない。つまりあれはカイト君から着信が。いない。どこに消えた。え？危ない。イグナイム。